心診療所チャンネル心療内科精神科の薬今回はパリペリドン・インベガについてやっていきたいと思いますよろしくお願いしますこの心療内科精神科の薬の動画ではメンタル分野で使いますさまざまなお薬についてご紹介をしています今回は比較的眠気の少ない抗精神病薬でありますパリペリドン・インベガについてやっていきたいと思います まずこのパリペリドンインベガトアと,ということですけれどもこれは統合失調症に使う抗生神病薬その中でも SDA というところに属するものの一つになります代表的な抗生神病薬リスペリドンと効果や副作用とも非常に似たところがあるんですけれどもより眠気などの鎮静作用や肝臓への影響が少ないものというふうにされますここで主にこの薬を使う統合失調症について見ていきますけれどもこれは 悪化したときに混乱や幻聴、妄想などが出る脳の不調になります。主には脳のドーパミンという物質の作用が過剰になってしまうことが背景とされます。治療としては主にドーパミンなどを抑える抗精神病薬というのを続けて使うのが基本になってきます。この抗精神病薬ですけどもこれは主には脳のドーパミンの作用などを抑えることによって統合失調症の改善を図る薬になります。 そして改善のほかに、再燃予防、ぶり返しを予防するという意味もありまして、基本的には続けて使う必要があります。この効く場所というところによって、大まかには3種類に分かれます。この3種類見ていくと、ドーパミンを遮断する薬、SDA、マルタということになります。ドーパミン遮断の薬はドーパミンを遮断する。SDA という薬は、ドーパミンとセロトニンという物質も、 阻害する薬になります。マルタに関してはこのドーパミンセロトニンあと他にもいろいろな物質を調整するという薬になります。このパリピルドインベガ」は SDA という薬に属することになりますこの「SDA」とはということですけれどもこれはドーパミンとセロトニンという2つの脳内物質を遮断する薬になります。ドーパミンを遮断することによって幻聴や妄想などのいわゆる陽性症状への効果を期待しながらもセロトニンへの作用などによって副作用をなるべく少なく抑えると。 まこういった薬になってきますこういった中で SDA の一つでありますパリペルドンインベガの立ち位置ですけれどもこれは鎮静作用の少ないリスペリドンという風に言えるかと思いますこのパリペルドンインベガの特徴としてはこれはリスペリドンリスパタールの代謝産物あのリスペリドンが肝臓で代謝された後の物質の成分になりますなので肝臓ではあまり代謝をこれ以上されないというむしろ代謝された後の物質になりますそしてあの。 まあ、オろすと言うんですけれども特殊なやり方を持った除胞製剤といってゆっくり成分が出てくるとこういったあの薬になりますこの薬とリスベルドの違いというところを見ていくんですけれども一番の違いは眠気や鎮静作用というのが少ないだるさなどが少ないというところが特徴になりますそしてゆっくり効くタイプなので確実に1日1回で量が安定するというところそして 肝臓の影響を受けにくい肝臓に干渉がある方も影響を受けにくいというところがあります一方であの量に関してはあの4段階になりましてなかなか微調整ということはしづらいというところは確かに違いの一つになりますこのパリペリドンの副作用というところを見ていきますけれども基本的にはリスペリドンリスパダールと同じただ一部弱くなっているところがあります まず一番大きいのがいわゆるプロラクチンとホルモンが上昇するそれによって女性ですと生理が止まったりとかそういうホルモン的な影響があるというところですこれはリスペリドとほぼ同様にありますあとはいわゆるパーキンソン症状歩きにくくなったり飲み込みにくくなったりするという作用これはリスペリドより少ないですけれども他の鎮静の少ない薬よりはちょっと多いというところありますもう一つあるのが体重増加ですこれもリスペリドより少ないとされますけど全くないわけではないというのがポイントになります ここを踏まえた上でこのパリペリドンインベガンの長所としてはまずはは幻覚や妄想への効果、こここれはリスペリドン同様見込むことととでできるということです。2つ目としてはリスペリドンリスパダールよりも眠気だるさなどを中心とした副作用が全般的に少ないというところこれがあります。 そしてこれは人によるんですけれども人によってはなかなか薬を飲み続けにくい方のデポ剤という,う注射の薬に変える方もいらっしゃいますそうした場合にはあの同じ成分のデポ剤があるので移行がスムーズというのが一つ長所としてあります一方このパリペルノンの短所ですけれどもまずはこの情止め感情の,の波を抑える効果は弱いと震災が弱い代わりに興奮などを抑える際は弱いというところがあります あとは効果が出るまでがどうしても除蜂剤ゆっくりなので効果がが出るまままでもちょっっと時間がかかってしまいますそして、まあ、似た鎮静の少ない薬、まあ、ある先あるんですけれどもそれと比べるとちょっと副作用が一部出ることととがが多いというこころがありますこれらを踏まえてパリペリドンインベカを検討する場面ということですけれどもまず一つ目としてはリスペリドンリスパターラが有効だけども眠気などの副作用が気になる時これは変える意味が出てくるかと思います。 二つ目としてはまあこう人によりますけどいわゆるデポ剤という注射への移行切り替えを検討する必要がある場合には確かにこの薬は有効性が出てきます。三つ目としては他の鎮静が少ない薬があんまり合わない時そうすると相対的にこのパリペリドンを試す意味が出てきます。このパリペリドンインベガンの実際の使い方を見ていきます。これは1日1回3から6ミリを朝食後、 に使いますこれはリスペルドン換算でいくと、まあ、2から4ミリ相当と言われますこれが不十分であれば5日以上空けて3ミリずつ増やしていきまして最大は1 2ミリという量になります副作用がやっぱり強く出てしまう時に関しては薬を変える変異薬であったり薬を減らす減薬というところを検討していきますそして最大量1 2ミリでも不十分であれば薬を変える変異薬などを検討することになります 逆にもし効果が出てきた場合に関しては安定後は原則はその維持量と言って再燃を防ぐために一定量を続けるということになりますただこの一定量を使う中で副作用などあるときなどは薬を減らす減薬をして維持するということもあり得るんですけれども再燃をぶり返すリスクに関しては注意しながら慎重に検討していく必要があります今回はパリペリドンインベガについて見てきましたこのパリペリドンインベガは いわば鎮静作用の少ないリスペリドンということになりまして SDA とという種類にに属すすするるセロトニンンドーパミンを遮断する薬になりますリスペリドンよりも鎮静や副作用は少ないということはあるんですけれども逆に効果が遅くあるところがありまして急性期ではちょっと使いにくいという印象があります。 その一方でアリプラゾールなど他の鎮静が少ない薬と比べるとプロラクチンが増えるなど一部副作用が多く目立つことがありまして実際は相性を見ながら使うかどうかを検討するという薬になってくるかと思いますご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります